大変だと思うけど、まずは先輩に頼って、そして大変だったら俺についてこい。頑張れ。オープンに出ることも大事です。フライトを取りに行くことも大事です。でもスピーチの本質はオーディエンスに伝える。オーディエンスを大事に必死に背負ってください。スピーチってなんか壇上では一人だけど、壇上から一歩降りたらみんな仲間です。だからすごいいろんな人を頼ってスピーチしてほしいなって思います。頑張って。これから後期のオープンもたくさん始まりますが、最後まで決して諦めずにリライトを頑張ってほしいなと思います。その際には私たちインストラクターを頼ってほしいです。ではこれからも皆さん、現役生の皆さん、スピーチ頑張ってください。応援してます。後期これから大変なこととか、大会取らないとか辛いこともいっぱいあると思うけど、それでも頑張り続ければ絶対何かいいことがあると思うので、後輩のみんな頑張ってね。ロジック分校生、デリバリー、イングリッシュ、それよりも楽しむことを一番心がけて頑張ってください。努力をしたからといって必ず成功するとは限りません。しかし成功した人は必ず努力をしています。途中で気づきそうになることはありますが、最後まで諦めず頑張ってください。諦めないやつが最後に栄光をつかむ。Never ever give up。 スピーチで大事なのは、いかに英語がうまいかではなくて、いかに英語をうまく見せるか。英語をうまく見せてるうちに、いつかうまくなるか。はい、皆さん、インストカップどうでしたか？楽しいスピーチが見れたと思います。皆さんもそうやって、自分の悔いの残らないようなスピーチを作って、有意義なスピーチライフを過ごしてください。ネバーギブアップ。諦めなければなんとかなる。諦めずに最後までトライしてみましょう。結果が出なくて苦しい時とか、頑張れっていう言葉を聞くとちょっと胸が苦しくなる時。まずは少し立ち止まって、胸に手を置いて、ゆっくりと深呼吸。仏のマインドを手に入れてから頑張るのも遅くないんじゃないかなと思います。頑張れ。現役生のみんな、努力は必ず実る。頑張れよ。スピーチって、すぐには結果出ないですけどね、その結果出ない間のちょっと、ほんのちょっとの部分だけ頑張れば、あとは努力が開きますから、頑張ってください。ここから今シーズン始まって、本当にやめたくなるような辛いこととかもあると思うんですけど、諦めないで頑張ってください。今頑張ったことが必ず君の誇りになる。頑張れ。最後まで自分の健康に妥協せず頑張り抜いてください。応援してます。今日来てくれてありがとうございました。インストってなんか雲の上の人みたいに見えるかもしれないですけど、今日でみんなのお茶目な一面も見れたんじゃないかなと思います。これからもたくさん気兼ねなく頼ってください。頑張ってください。辛い時もうまくいってる時もインスタはみんなの味方です。みんなの素敵な笑顔をスピーチ大会で見ることを期待してます。頑張ってね。Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, oh.